こんにちは、浅野美佐子です。今日は1月11日、新月のパワーは本当にすごいっていうことを話したいと思っています。始まりの111。このね、1が3つ並ぶっていうのは、えー、この数字の意味があるんですよ。この数字の意味っていうのが、 思考した夢がスピードを持って叶っていくっていう意味。そしてね、叶う前の前兆とも言われているとっても嬉しい数字なんですね。なので、ヤギナの新月、そして111のこのパワーをね、いただかないのはすごい損なんですよね。なので、今日はある意味スタートダッシュを押してくれる一日なんです。なので、111。あなたは何を決めますか ?111。11 あなたは何をやり始めますかっていうことでね、ちょっとお話していきたいと思っております。まあね、今日はヤギ田の新月ということで、20時57分に新月になります。なので、新月の願いを書くっていうことですね。それとね、新月のアクションっていうのがあるのでね、それをお話したいと思います。9つあります。なので、9つね、お話したいと思います。まずはね、 私たちお仕事してるでしょなので、ライフプランを見直す。キャリアアップを考えているのだ、あるなら、キャリアアップを書く。ね。で、無理はしない。助けてもらう。みんな無理してるでしょだから助けてもらうっていうのも、アクションですよ。そして、大丈夫なふりはやめる。そして人の話をしっかりと聞く。素直になる。そしてね、ムーンウォーターを作って飲む。新月水ですね。 今年初めての新月水じゃないですか。ね、すごくエネルギーが多いので、新月のパワーを入れたお水を飲むっていうことでね、新月は真っ暗なので、真っ暗なところにね、ガラスの瓶に、えー、ミネラルウォーターを入れて置いておく。だいたい1時間から2時間。それを飲む。それか料理をする。ね、お風呂に入れる。ね、あと観葉植物に入れると観葉植物が生き返ります。そういったことをしてください。そして、 いつもの人間浄化風呂に入る人間浄化風呂は浅野美佐子人間浄化風呂ってね、ネットで検索すると出てくるのでぜひ検索してお風呂に入ってください。そしてね、111最後にありがとうを意識するありがとうを意識すればするほどあなたの未来は明るく開きます。なのでね、1月11日この9つと 何をするか決める、やるっていうことですね。ぜひぜひしてもらったらいいと思います。そうすることによって、あなたの未来がどん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 開いていく。それが次元上昇につながっていきます。今日のね、YouTube チャンネルが良かったなと思いましたら、ぜひぜひ、いいねチャンネルを押していただいて、ね、コメント欄に何か書いていただいたら大変嬉しいです。今日もありがとうございました。では失礼いたします。さよなら。